おっそら勇者、V バレードベースとドッコ、ついにアニメが始まった。というわけで今回はそいつを記念して、このゴッドバルキリーさん、このゴッドバルキリーさんで、いろんな名誉、バースト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 するんだ。行くぜ、相棒。というわけで、さあ、こいつらと、こいつら全部とベイバートローだ。さあ、まずはチームゼリーズとの戦いだ。まずはゼリーちゃん。そうだな。あえて弱くってみようか。ゴーシュゴーシュさあ、どうぞ。オーブ両方と。次は、オレンジちゃん。じゃあ、ちょっと強めに打ってみようか。ゴー。どういうこと？ちょっと強めにシュートすると、手前に飛んでくるんだわね。こうたん。というわけで、オレンジちゃん、ゴーシュゴーシュあ、やば、もうリブとした。おーし。お次は、ブルーハワイちゃん。ぐおーしぐおーしお。勝ったかな？お次は、カルピシュ。ぐおーしぐおーしせーだ。お、リブート。いいぞ。そうかそうか、カルピシュは、エクストリームだっけ？時給がないんだもんね。よし、エクストリームじゃないか。さあ、チームゼリー、ラスト1体は、コーヒーゼリーちゃんだ。今のところ、あまり、なくし物はしてないよ。セフセフ、ゴーシュゴーシュ。おお、出しちゃった。お次は初期メンバーだから、チームショッカー、初代バルキリーさんとのベイバトル行こう。ゴーシュゴーシュおおおおへ、部屋の壁にバーンってぶつかってバーストして、アニメみたいだった。全部回収できてよかった。次はスプリガンさん、ゴーシュゴーシュ。おお、すごい。さあ、前半の山場、エクスカリバーさんとのベイバトル行こう。ゴーシュゴー。あ、落っこちしちゃった。よいしょ。あ、落っこちしちゃった。こっちこんなに弱まったのに勝てるのか。お次はと、アニメの V バレードベーストが始まった時に、人気をグイ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 と上げてくれた、イケイケボーイズ&ガールズ、カッコガールズはいないたちだ。と、忘れてたショッカーたち。ショッカーの残党かな。話は聞かせてもらった。ショッカーは殲滅だ！ということで、まずはショッカーの残党から行くわ。おでんちゃん。おでんちゃんとのベイバトル、ゴーシュゴーシュアン。オクシ。そして、誰もいなくならなかったわ。先にバーストしたから、ワルキリーの勝ちでいいよね。探さないと。おでん食べたいよー、ママ、ママのおでん食べたいよー、ママ、ママ、ママ。はぁ、ついついオリジナルのおでんソングを作ってしまうぐらいに、ゴッドバルキリーさんいなくなっちゃったよー。ちゃお。ひたー、ひたー、ゴッドバルキリーさん。なんか、厚めの本で蓋をしてるはずの、あるはずの、
なんか入れ物の中に入ってた。どういうこと？気を取り直して行こうか。落ち着くんだ。関西弁指導入っちゃう。さて、次は、マジカオシュ。というわけで行くよ。ゴーシュ！ゴーシュ！もうリブ取っちゃった。おっ、おっぶねえ。マジ顔し、ちょっと強いんじゃないか。次は、もう一人の僕。というか、僕っ子の。まあ、おにゃの子だからな、バルキリーさんは。僕っ子の、ビクトリーバ、ルキーさんとの戦いだ。ぐおーしゅ、ぐおーしゅ。おぉ、お次は、股間からコロコロを取り出すのが得意なフレンズ、ライジング組長丸。ゴーシュート、ゴーシュート、オッケー、え、おし。さあ、お次は、関西弁指導が入っちゃうワイのワイルドワイバーン。ゴーシュート、ワイワイバーイ。さあ、お次は、異世界の勇者、天界ナイトになって戦っていた、ダークデサイザーさんだ。コンストラクション、コンストラクション、えいやー。さあ、出かけよう。しちゃったー。天界ナイトのダークデサイザーさん、出かけちゃったー。でも一応、ゴッドバルキリンさんは見つけれたから、気を取り直して行こうか。行く前か。いや、行く。さあ、行くよ。次は、敵図。ああ、ビットマン、白くなってる。今日アニメ始まったばっかなのに、つらたん。オベリスクのデザートのベイバトル行くぞ。グオシュ、グオシュ。次は、ビーストベイモスエッチエッチ行くぞ。グオシュ、グオシュ。じゃなくて、こことか、ここも増えてるよ。ここも白くなりかけてるよ。怖いよ。次は、みんなの直樹、行くよ。ゴーシュー。ゴーシュー。直樹、怖いよ。直樹、怖いよ。イェー。次は、男の子行くよ。ゴーシュー。怖いよー。ロッシュード。おお、あ、敵、チーム、敵図、敵、テキラー、テキーラー、エネミーズ、名前わかんなくなっちゃった。ラストは、カツーだ。ゴーケッ、ゴーケッ。いいね、いいね。おお、ケツに勝てるのか。お次のチームは、何でもかんでも知ってんの？チーム。さあ、行こうか。まずは、ストームス・プリガンさん。ゴーシュ！ゴーシュ！
ふわっと、ふわっと、ストームス、プリガンさんのレイヤーが、ふわっと下に落ちただけで、ノクロット!ありえないよ。スタジアム壊れてる、イエーイ!もうやだぉ!ベイブレードは失うものが多すぎる。早く終わらせないと。というわけで、次は、引退するのかしないのか、どっちなんだいなアイドルのベイダーを、ゴーシュゴーシュ引退するのかしないのか、するのかしないのか、しないのかするのか、ゴーシュいいね。シュウキンも、いた二人でイチャイチャしてた。次は、ゼノ、エクスカリバータン行くわ。事故しか起きないと思うんだけど。行こうか。ゴーシュゴーシュ勝った。すぐ見つかってよかった。焦った。そして、お次は、知ってんの?ズ・ラストの、ロストロンギ・ヌスさんだ。ゴーシュ凝集って何してた?凝集あーん。え?これは、プリズンストーン。どういうこと?ロストロンギヌスさんがバーストしたらプリズンストーンが飛んできたんだけど。ロストロンギヌスさんは、プリズンスターだったってことだろうね。スター。ゴーシュというわけでも、ベイブをゴーシュどっち?ザ・オフリョーズ、行くわ。新商品三重視なのに、唯一新アニメ第1話に登場がなかった、ブレイズ組長なる、グオーシュあ、ちょっとできちゃった。よし、あん、シュッ。お、あー、いいや。今日のアニメ見てて、あ、下のローラーそうやって動くのねん、ってわかった。クライスサンタ、ゴークライス。クライ、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 クラッシュクリア。ラストは、久々に道端で会ったからっていきなりベイバトルを追っ始めて、この二人結構いい歳なのに大丈夫かよっていう衝撃を与えてくれた最終巻の、ベイブレードバーストの前の、前の前の前の、違う、前前、前前前前、バクテンブレーダーズだ。まずは、ドランザーさんの、時給タイプ、時給タイプ、時給、時給タイプだ。ゴーシュゴーシュうわ不死鳥は何度でも蘇る。アタックタイプゴーシュゴーシュあ、どうだうわ本日ラストは、初代ベイブレードの主人公、気になるカカオさんが使っている、ドラグーンだを。ゴーシュゴーシュおーい二人ともいなくなっちゃったから、もう一回だけやるよ。ゴーシュあ、怒ってきた。ゴーシュさあ、どうだうわまあいいか。というわけで、ビクトリバ・ルキーさん、全勝だおね。今日は一つもベイブレードのパーツなくならなかったし、よかったよかった。よかったよかった。よかったよかった。ダークでスサイザーさん?知らない子だお。知らない子だお。見つけたら、見つけたら優しくしてあげてほしいよ。あと連絡ちょうだい。というわけで、チャオーイ
ベイブレードで傷がついてる。